はい、こんにちは、レトスの小野です。今回なんですけども、事務管理について解説いたします。まず事務管理ってどういったものかというと、頼まれていないけれども他人のために事務処理をすること、まあ、これが事務管理なんですね。で、頼まれていないということは、まあ、法律上義務がないと、まあ、言い換えてもらってもいいと思います。で、例えば委任契約だったりとか請負契約とか、こういったものを締結していなかったら、事務処理をする人、別に事務処理をする義務ってないですよね。そういった義務はないんだけれども、他人のために事務処理をしてあげようっていうのが、まあ、事務管理なんですね。で、これは具体例出したらわかりやすいです。例えば A さんと B さんがいて、まあ、隣人同士だったと仮定します。で、 A さんが海外旅行に行ってしまって、自宅に2週間帰ってきません。で、海外旅行行ってる間に台風が来て、 A 所有の建物の屋根が壊れてしまった。で、このままだともう建物自体が悪くなっちゃう。もう雨がどん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 入ってくるから、建物自体がもうどん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 悪くなってしまいますよね。なので、隣人の B さんがその A 所有の建物の屋根を修繕してあげました。こういった場合、B さんっていうのは A さんから頼まれていないわけですよね。頼まれていないけども、A さんのためを思って事務処理をしてあげた。今回で言うと事務処理っていうのは建物の修繕にあたります。これをやってあげたといった場合、これが事務管理なんですね。で、一応事務管理の要件っていうものがいくつかあるんですね。で、まぁ、今回ちょっと2つ出したんですけれども、まぁ、それ以外にもありますが、まぁ、これはテキストとかを見ていただければと思います。重要な点で言うとこの2つかなと思います。まぁ、特にこれですね。法律上義務がない。これが前提なんです。法律上義務がある。つまり委任契約とか請負契約を締結していたら、それは事務管理ではありませんよっていうことですね。あと、他人のために行うんだってことですね。自分のためにやるんじゃなくて、この他人のことを思ってやってあげる。これが事務管理の要件になっております。で、今回は隣人の B さんが費用を負担してます。費用を支払っているわけなんですね。で、これについては、本人に対して後で召喚請求できるんですね。返してくださいっていうことができます。管理者が本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し召喚請求できますよ。返してくださいって請求できますよっていう話です。で、ここで有益な費用をって書いてあるんですね。で、この有益な費用をっていうのは、A さんにとってメリットとなる費用をって考えていただければと思います。まあ、今回で言うと、屋根が壊れてそのまま放置しておいたら、建物の中にどんどん雨水がバーって流れ込んでいっちゃうわけですよね。それを防ぐために B さんが屋根を修繕してあげたということなので、この費用っていうのはこの A さんにとっては有益な費用ですよね。本人 A さんにとっては有益な費用となります。なので、この部分についてはちゃんと返してあげないといけないっていう話ですね。また、必要費についてもこの有益な費用に含んできますので、返さないといけませんよっていう話です。これ例えばなんですけれども、まあ、B さんが自分で、修繕するというよりも、例えば業者さんに頼んで修繕してあげたといった場合が多いと思うんですよ。で、この場合、その業者さんとの請負契約、B さんと業者さんが請負契約を締結して、それに印紙代がかかったというのであれば、その印紙代っていうのは必要費に含んでくると、まあ、いった話なんですね。で、工事費用についても A さんに負担してもらうことができると、まあ、いった話です。で、この場合なんですけども、報酬は請求できませんので、B さんは頼まれていないわけなので、報酬を請求するってことはできないんですね。修繕に関する費用については請求できるんだけども、それに対する報酬については請求できませんので、この点は注意しておきましょう。これが管理者 B さんが A さん、本人 A さんに対して有する権利ですね。で、あとの二つは義務です。管理者 B さんの義務ですね。一つ目が、管理継続義務。管理者 B さんは本人 A さんが管理することができるようになるまで管理し続けなければならない。つまり、まあ、帰ってくるまでですね。今回言ったら海外旅行から A さんが家に帰ってくるまで、まあ、管理は継続しなければなりませんよっていう話ですね。まあ、今回で言ったらもう屋根修繕してしまえば、まあ、とりあえずは OK かなって思います。一応まあ屋根大丈夫かなって確認する程度だと思います。で、続いて管理開始の通知義務。で、管理者が事務管理を始めたというのであれば、本人 A さんに対して原則遅滞なく事務管理を始めたことを通知しなければなりません。
で、このルールの趣旨なんですけども、これは、管理者が、まあ、管理者っていう B さんですね。B さんが勝手にどん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 、管理を進めていくっていうことを排除する。つまり、独断で何事も全部やっていくっていうことを排除して、本人 A さんにも決定権を与えるために通知をするっていう話なんですよ。まあ、そこから考えると、始めたとなっているんですけれども、まあ、できれば、今回の事例で言ったら修繕を始める前だったりとか、契約を締結する前に通知をするのが、まあ、ベターじゃないのかなって考えられます。まあ、ただ法律上は事務管理を始めたことを通知しなければならないってことなんで、始めたらすぐに本人 A さんに通知しなければならないとなっているので、まあ、これはもうそのまま覚えていただくのがいいと思います。で、これ原則って書いてあるんですけども、例外もあって、例外っていうのは、もう本人が知っている場合ですね。もう本人が事務管理始めているってことを、まあ、この人から通知を受ける前に違う人から聞いているとか、まあ、そういった場合っていうのは通知しなくても大丈夫です。まあ、今回が事務管理の基本的な内容になります。まあ、どれも試験で問われてもいい部分なんですね。こう法律上義務がないっていうことが前提、これが要件なんだっていうことと、有益費用の償還請求権だったりとか、管理継続義務だったりとか、管理開始の通知義務。まあ、このあたりは基本的な権利義務になってきますんで、ここはしっかり頭に入れていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。